内頸静脈は脳、顔面表層及び、頸部の血液を集める静脈で、左右合計2本ある。2本の静脈は S 状静脈道に直接連続しており、頭蓋骨の付け根にある首静脈口の後部より始まる。開始地点では少し膨張しており、これを内頸静脈状玉と呼ぶ。化学後静脈前ラ、顔面静脈、絶静脈に共通幹を持つ。 頸部の側面において内頸動脈の後方で下に降りていき、その後双頸動脈の前、外側を走る。首の付け根の部分で鎖骨下静脈と合流して腕頭静脈となる。末端の少し上に二つ目の膨張があり、これを内頸静脈化玉と呼ぶ。外側頭直筋の上を通り、内頸動脈と首静脈口を通る神経の後方を通る。下部において、 内形動静脈は同じ面を通り、絶因神経と舌下神経が動静脈の間を通る。迷走神経は首動脈症において動静脈の間を通る。副神経は内頚動脈の前方であることも後方であることもあるが斜め後方に向けて走行する。首の付け根において右側内頚動脈は双形動脈に近く、鎖骨下動脈の基部と交差する。 左側内形静脈は双経動脈と重なる。通常、左側内形静脈は右側より短く、それぞれが静脈の一番後ろからおよそ2.5センチメートルの場所に一組の弁を持っている。内形静脈に合流する静脈としては以下のものがある。内形静脈は比較的朝側にあり、骨や軟骨といった組織に保護されていない。これにより、 ダメージを受けやすい。大量の血液が流れるため、内径静脈の損傷はすぐに出血性ショックを引き起こし、適切な処置が行わなければ死亡する。右心房と内径静脈の間に全く便がない場合、右心房の中の圧力が十分高まった時、血液が内径静脈に逆流する。これは外部から観察でき、心房の圧力を評価することができる。 この脈動を首上脈圧と呼ぶ。通常、患者が頭を観察者から45度回転させることによって確認される。いくつかの症状で上昇が認められる。また、肝臓に圧力をかけることで人工的に JVP を上昇させることができる。これは JVP の場所を見つけ、首動脈波との区別を行うのに使用される。首動脈波と異なり、 首静脈圧は微細である。内径静脈は大きく、体の中央にあり、比較的浅側にあるため、しばしば中心静脈カテーテルの挿入場所として用いられる。CV はいくつかの理由で挿入される。例えば正確に、中心静脈圧の測定が必要な場合や、薬などを入れる必要がある場合、末梢静脈の場所を見つけにくい蘇生中の患者などがある。 内径静脈の位置はほとんど異ならないので、他の静脈に比べ場所を見つけやすい。しかしながら、時々挿入に失敗し、他の組織例えば首動脈や瞑想神経を傷つけてしまうことがある。この項目の一部は現在パブリックドメインとなっているグレーの解剖学からのものです。ありがとうございます。